秀吉様に生涯を尽くし槍を振るい続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。いや、我が築きし名城の石垣は天下太平の礎よ。我こそは加藤清正である。えいや、こたび加藤清正様に付き従いしは足軽陣が支え夏にございます。我ら名古屋おもてなし武将隊、はぁ、あれはもうあれだよろしい。こんにちは。こんにちは。あ、声が小さいのを今一度参るぞ。皆の衆、こんにちは。こんにちは。焦るではないか。最初からやってくれ。はい、あ、改めてよう参られた。我らは名古屋おもてなし武将隊である。この名古屋を世界一の観光都市にせんがために、この名古屋城を拠点といたして様々な戦場を駆け巡っておる。さあ、そんな我ら名古屋おもてなし武将隊、今日初めて見た、そういったもの手を挙げよう。あ、ぼちぼちおるの初めて見申したか。そんなもののために今うちの陣形隊の夏が我らの瓦版を配っておる。まあ瓦版というのは現世のパンフレットなるものであるわな。こちらにな、わしらの情報が載っとるでな、欲しいものはな、夏が近づいたら手を挙げてくれ、欲しいと。さあ、こたびこのご協力はわし加藤清正が武士らと交流を深めてまいるが、わし加藤清正のことを正直誰か知らんわと、そういったものを正直手を挙げよう。別に槍で刺すわけではない。どうじゃ。おい、みなしと、おー、勢いがあったな。正直者でよい。誠に誰かわからんか。じゃあ逆に答えられるといったものおるか。答えられる。じゃあなんで手を挙げないんだ。挙げよう。おう、答えられるか、何をやったか。姫、姫とわっぱ答えてみよう。石垣を作った。石垣を作った、正解。当時は皆しも大きな拍手じゃ、この姫に。なあ、わしといえば築城の名士とも言われておる。わしはこの名古屋の中村にて生まれ申した。して27日で熊本の地を治め申した。そして長い年月をかけ作った城が熊本城である。そしてこの名古屋城の築城にも関わっておる。わしが担当いたしたのが、俺武士らから見て右上側、この名古屋城の天守閣の下の石垣、これはわしが担当いたしたわけよな。こちらわしの石垣というのは非常にな、変わった形をしておる。非常にな、緩やかな勾配が売りなんじゃ。これ現世では武者返しと言われておるけども、なぜこういった緩やかな勾配をいたしたか、理由わかるもの。では、その腕を組んでおる女子、排除するでない、答えてみよ。なぜ、リアから勾配を描くか。おお、正解。拍手じゃ。さすがじゃな。わしの家紋と同じものをその帯につけとるではないか。おお、わしの家紋、これな、この丸、正解である。そう、敵が登りづらい、その通りな。石垣というのは足軽が登ってまいる。故にな、それを防ぐために緩やかな勾配に出しておるが、もう一つある、もう一つ。これ分かるやつおるかな、分かるもの。では、もじゃ、先ほど分からんと申した、そこの、この子や、答えてみよう。敵が登りにくくするだけではない、もう一つ理由がある。何かに強い。何かに強い、何か大きな力に強いんだわ。正解。拍手じゃ。そう、地震に強いんだわな、わしの石垣というのは。
こう斜めにすることによって横揺れの力を分散させるといった働きがある。普通の石焼きだとな、横からの力で全部ボラボラボラ出てしまうわけよ。故にわしはそれを防ぐためにああいったこの角の緩やかな勾配をいたしておる。してこの名古屋城、先月から中は入れんくなった木造化になるがゆえな、現に今一番きれいに見える場所というのがこちらなのじゃ。特にわしの石垣もしかり、不明門を越えてしまうと骨組みがあるでな、わしの石垣の姿というのが伝わりづらい。急にこたびはここに集まりし者たち記念といたして、この我が石垣を背景に記念写真を撮ってまいる。無論銭はかからん、それがおもてなし。故に所望の者はこの後足軽の夏が劣勢に参る。夏の言うことをしかと聞くこと。では夏へ戻ってまいれ。ではこれより写真撮影会の出陣の儀である時の声を上げてまいる。わし加藤清正がいざ出陣と申したら、皆下は拳を掲げ、おおと大きな声を上げよう。声が小さくばやり直すぞ、何度でもな。さあ拳を掲げよう。よし参るぞ、いざ出陣。おお、そんなものか、いざ出陣。大きな拍手じゃ、互いにの。あっぱれである。この名古屋城、皆しも存分に楽しんでまいれ。では夏、劣勢を出してまいろうか。かしこまりました。おじゃな。さあそれでは清正様と写真撮影ご所望の方、先頭をこちらにさせていただきまする。さあこちらへ。